そうだな。せっかくだから夏休みにしかできないことをしてみたいよな。普通、お前と二人で私服で学校に行ってみたい。これって普段できないだろ。でもさ、想像してみろよ。私服の俺たち二人ってシチュエーション、なんか良くないか？だろ？なんかいい方法ないかな。なんだよ、暗い声出して。ちゃんと勉強してるのか？基準は自分で決めればいいんじゃないか？シモンもおじいちゃんの店も一人暮らしも全部俺が夢見てたことだから、別にすごくはない。あ、それが一番好きかも。そんな驚くことかよ。ったく、俺はお前と同じ教室で同じ授業を受けるのが夢だったんだ。なんか悪いかよ。はいはい。なあ、そろそろだよな。お、お前に限ってそんなわけないよな。ノーヒントでお願いします。期待してるからな。